ゲーラン地区の通りゲーランは、シンガポールの中心部からやや東にある地区の名前。シンガポール側の東に位置しており、シンガポール政府公認の売春地区である。ゲーラン地区は2010年代に至っても、都市再開発がなされず、1960年代から1970年代の古い街並みが残されており、ジェントリフィケーションの影響もあまり見られない。 昔ながらの観楽街であり、カラオケ、安宿街、安くてうまい不衛生な食堂、外国人労働者居住地区などが集まる。政府観光局が注力するゴミ一つ落ちていない都心部とは全く違った東南アジアらしい風情を味わえる街である。風俗産業が交渉として合法化されている地区であり、主に中国、タイ、ベトナムなど近隣の他国から、 出稼ぎ者が従事している。数百の合法、非合法の売春宿が軒を連ねている。合法の売春宿は、家番号が大きく鮮やかな赤色で書かれており、見分けがつくようになっている。14時から翌3時頃まで営業している。治安は良いイメージのシンガポールにおいて、リトルインディアと並び、ゲーラン地区の治安は良くない。堂々と、路上賭博が行われている論もあり、 格安ホテルに釣られて女性が一人で観光、宿泊するのは危険とされる。サッカーシンガポールプレミアリーグにおいてゲーランの名を冠したゲーランインターナショナル FC がある。ただしホームはゲーラン地区に隣接するベドック地区のベドックスタジアムである。エプソンシンガポールが2016年からスポンサー契約を行っている。ありがとうございます。